はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビーチです。では、今回は、デートの決断スリープアップキット、日本軍プレイの続きをしていきたいと思います。前回はですね、ウェイキーの攻防戦で、アメリカ軍の艦隊を撃退することができたので、その後ですね、クゼリンにタラバと、二つの中部太平洋で、アメリカ軍の拠点を奪い取るという作戦を行いました。で今度はいよいよミッドウェイ攻略かと、というところで、ウェイキーに艦隊を集結させていたところなんですけども、敵の艦隊を発見しています。詳細は不明なんですけども、この艦隊がおそらくですね、クゼリンなのかタラワなのか、いずれにしても、基地の奪還に向かってきているような様子が伺えますので、ここはですね、一度、第一航空艦隊、第六航空艦隊、それぞれ井上さんと小沢さん、出撃させて、この艦隊を叩いておきたいというふうに思います。本当だったらね、ミッドウェイ攻略のためにすぐにでも出撃をかけたいなと思っていたところなんですけども、一旦ですね、この敵の艦隊の迎撃に出てもらいます。艦隊の規模は全く不明なので、両艦隊出します。もしかしたらね、小規模の艦隊で、艦隊は一つ出せば十分という可能性もね、もちろんあるんですが、敵の艦隊、その規模が不明、作戦目標も不明というところなので、ここは一度ね、全力を持って叩くということになります。で、駆逐艦隊の方はですね、このまま、ウェイキーの方に集結してもらって、ミッドウェイ攻略の作戦準備に入ってもらいます。では、このまま進めていきます。さあ、早速敵の艦隊捕捉しています。これを叩いておきましょう。全く規模が不明ではありますが、第6航空艦隊、つまり小沢さんの艦隊ですね。ここから全機、偵察機を除いて出撃させていきます。敵の艦隊ね、確認しました。潜水艦隊ですね。なので、このまま、もう委任で任せて、撃沈を続けてもらいたいと思います。アメリカ軍の第5艦隊、潜水艦隊ですね。これを1隻撃沈しています。なので、もう一回空撃をね、仕掛けたら、この海域に留まって、敵の潜水艦に、まあ、接近されないようにですね、気をつけながら、戦っていきましょう。もうここは全部お任せしちゃいます。はい。では、敵の潜水艦隊はね、その後さらに、2隻を撃沈して、残り2隻となっていますので、もうこのまま放置してですね、ミッドウェイ攻略に、かかっていこうと思います。で、ミッドウェイの状況ですね。まず、敵の守備隊が71、さっき見たとき69とかだったと思うんで、少し増強された可能性がありますね。艦隊は入っていません。で、航空隊がご覧のような形ですね。ヘルキャットにコルセア、このあたり、さらにサンダーボルト、ムスタング、直縁機も入っているという状況です。アベンジャーが攻撃機だと思います。そうですね。で、栄養サイドが90。守りが、硬いところですかね。さらに敵の直縁が50。以前の航空機決戦の場合はですね、3倍の兵力で攻めても壊滅したという状況があったんですが、今の新しい二次型の戦闘機であれば、50機相手に150機から200機で攻撃をかければ、戦闘機同士のドッグファイトであれば、壊滅するということはないと思います。ただこちらはね、足の重い爆撃機、攻撃機、が混ざってるので、そのあたりでどれくらい損害が出るかというところですかね。では、ウェイキーから艦隊を出撃させていきます。で、攻撃の目標はもちろんミッドウェイなんですけども、このウェイキーに敵のスパイが入り込んでいる可能性が非常に高いので、攻撃目標で、敵に悟られないために、オーストラリア方面に出撃するというね、動きを見せましょう。スパイが入っていると、こちらの攻撃目標が筒抜けになってしまうことがあるので、そうするとね、敵に、
迎撃の準備を取られてしまうので、ここはオーストラリア方面に出撃するよというふうにで一度偽装します。その後ミッドウェー方面に転進、攻撃を仕掛けていきましょう。はい、そしたらですね、艦隊出撃して、南に向かおうかというね、偽装の航路を取ろうとしたところで敵の空母艦隊を発見しています。まずこの空母艦隊をね、叩いてからミッドウェー方面に転進していきましょう。本当にアメリカ軍次から次に空母をどんだけ叩いても空母が出てくるっていうね、恐ろしい戦力ですよね。ここも随角からですね、偵察機を除いて前期出撃していきましょう。もうここからはですね、時間差アウトレンジ攻撃ではなくてガチのぶつかり合い、敵の直縁機79、これとぶつかっていきましょう。敵の空母6、巡洋艦7、駆逐艦19、直縁が79です。ではまず敵のね、直縁がかなりの数いるので直縁をね叩いていきます。はい、なんと航空機150機以上を失いました。なんとか逃げた、撤収というかね、もうこのまま空戦を続けてもっていう状況になったので、一部航空隊はね、脱出を図りましたが150機を失ってます。敵の損害は30機。いや、普通に戦ってもやっぱりちょっと勝てないですね。敵の攻撃略目標が不明なんですけども、これは絶対に阻止したいので、アメリカ軍の第一艦隊をね、なんとか迎え撃ちましょう。で、一方小沢さんの艦隊はもう一度このままサイパンあたりまで引かざるを得ないので、サイパンに引いて、サイパンで、航空隊をね、もう一度増強しましょう。せっかく取ったこの中部太平洋。な、ちょっと待ってくれ。さらに敵の艦隊か。第一航空艦隊、が、敵の第一艦隊がね、空母6だったと思うんですけど、新たに出現した艦隊が空母4。いや、こっちは空母6の方を先に叩きましょう。こっちの方は、絶対に直縁の数が少ないはずなので、なんとかね、直縁をかいくぐって、攻撃に入ってもらいましょう。では、出撃していきます。まずは敵の6空母。これを叩きます。敵の直縁の数が20機という状況ですね。はい、敵の直縁をね、第一艦隊壊滅させましたが、敵の空母撃沈までは至っていません。次のターンでまた敵の方はね、おそらく直縁がね復活してくると思うので、敵のね攻略目標不明ですけども、持ちこたえられるかどうかちょっと微妙ですね。第一艦隊の方もですね、一度サイパン方面に撤収をかけましょうか。さらにアメリカ軍第8艦隊もいますね。巡洋艦5。ここまでに確認しているのが空母4隻の艦隊、空母6隻の艦隊、さらに巡洋艦5の艦隊。3個艦隊がこの海域で展開中ですね。いや、本当に強いな、アメリカ軍は。空母6。これは先ほど戦ったアメリカ軍の第1艦隊ですね。第一航空艦隊の方からは空母を出して攻撃仕掛けておきましょう。敵の直縁の数不明ですけどね。では出撃していきます。お、敵の直縁がいない。昼の9時、曇り。これは沈める絶好のチャンスだ。なんとかここで壊滅させておきましょう。では敵の直縁はいませんので、このままコンピューターに、目標敵空母ということで、見ていきたいと思います。ゲー空母を撃沈、さらに駆逐艦1隻を撃沈してますね。敵の直縁が上がっていないっていうこの状況ね、つけたというのは大きいですね。今回はご覧いただいている通りになりますけども、時間差アウトレンジ攻撃というものは使わずにガチンコで出撃させています。
まあ、この敵の空母艦隊を叩いて、まあ、さらにね4空母来てるので敵の方が、この空母もね、叩かなきゃいけないってことを考えると、ここで6空母を確実に作戦能力をね喪失させておく必要があると思うので、航空隊ね連動が低い第一航空艦隊井上さんの艦隊ですけども頑張ってもらいたいと思います。正規空母フィリピン州を撃沈、さらにギルフォードも撃沈、これで、軽空母と合わせて3空母は撃沈しましたね。ごめんなさい、4空母撃沈です。残り2空母、敵の作戦目標がちょっとわからないんですよね。クゼリンは超えてきているので、トラックなのかグアム、サイパン、ウェイキーなのか、どれなのかちょっとわからないんですけども、いずれにしてもクゼリンではないのは間違いなさそうです。で、新たに敵の潜水艦隊ですね、先ほどご覧いただいた潜水艦隊とは別の潜水艦隊がタラワとクゼリンの間ぐらいに展開しています。かなり大規模な、ね、作戦を展開しようとしているのかなっていうね、アメリカ軍の4つの艦隊、潜水艦隊合わせて4つの艦隊を確認しています。で、小沢さんの艦隊は一度クレに戻してですね、先ほど、昇格型の正規空母、その5番艦6番艦が新しく完成してますので、それを編成に組み込むためにクレに戻ってもらいたいと思います。まあ、航空機もねもうないという状況なので、このままクレに戻ってもらう。で、井上さんの第一航空艦隊はこの海域に留まって敵の動向の監視、攻撃に出てくる場合にはこれの撃破というふうに向かっていこうと思います。で、トラックの攻撃隊も攻撃できるレンジに敵の艦隊が入ってきているので攻撃を仕掛けていきましょう。まあ、主にここは新山、攻撃隊になると思います。では前期出撃です。やっぱ新山ぐらいの爆撃機の能力があると、まあ、心強いというか普通に強いですね。アメリカ軍の第8艦隊巡洋艦3隻を撃沈、輸送船6隻を撃沈してます。ラバウルからも攻撃ができる。ラバウルは何が入ってるの。前期出撃させたとして月光か。月光一応爆撃能力持ってるので、これ出撃させて、もしね沈めてくれればラッキーっていうぐらいで、もう戦闘も見ずに行きます。まあ、さすがにねちょっと撃沈はできませんでしたけどね。ではアメリカ軍の艦隊ね、空母4の方を狙っていきます。アメリカ軍の第一艦隊、空母6から2に減らした方ではなくて、空母が4入っているこっちの艦隊にね、攻撃を仕掛けていきます。ここも井上さんのね艦隊に頼まざるを得ない、そういう苦しい状況ですけども、なんとかね敵の艦隊を迎撃撃退しておきたいと思います。では前期出撃です。敵の直辺63か。ようやく敵の直辺を排除できましたので、空母攻撃していきましょう。まあ、ただね味方の損害もかなり大きくなってしまっています。はい、敵の方は、空母1隻を撃沈、1隻を中大破、味方の損害が120機喪失、敵の直撃機63機は撃墜しています。まあ、痛み分けというところだと思うんですけども、戦力の消耗具合でいうとね、我々の方がより消耗してしまっているかなという感じはしますね。ここからは基地航空隊もうまく使って敵をね迎撃していきたいというふうに思います。では第一艦隊の方もね一応サイパンの方まで撤収しましょう。敵の艦隊接近してきていて、これを防ぐのが少し難しそうです。ではね、今回はここまでにさせていただいてですね、次回この迎撃戦の続きをプレイしていきたいというふうに思います。